新宿駅。日本一乗降客数の多い駅でしたね。新幹線こそ通っていませんが、数多くの特急や私鉄路線が止まる駅です。今日はどこに行くんじゃ？今日は小田原です。それで本日乗りますのはこちら、スーパー箱根です。途中停車駅1駅しかないんですね。私鉄特急でもトップクラスに少ない停車駅を誇るのがスーパー箱根です。行程速度自体はそこまで速くないですが、新宿から小田原まで 82.5 キロノンストップというかなりのポテンシャルです。とても長い距離を走るんですね。これが本日乗る列車、ロマンスカー GSE です。形式としては7万系です。随分と派手な色をしとるのー。ローズバーミリオンっていう色らしいです。それでは乗り込みましょうか。赤い特急の中はどんな感じなのでしょう。ここら辺は青っぽい感じじゃのー。でもインテリアは硬派な特急という感じです。意外じゃな。これがモケットです。暗めの色が使われていますね。全体的に落ち着いたデザインです。間に肘掛けはありませんが、それでも座席のグレードはいいものです。座席も、相応に快適です。椅子も柔らかくて、快適に箱根まで行けそうですね。前面テーブルはないのですが、肘掛けの部分にインアームテーブルがあります。肘掛けの中にある割には結構大きめですね。そして GSE の一番の売り、それは、前面展望が楽しめることです。わあ、すごくよく景色が見えそうですね。晴れていたら、最高の景色を望むことができます。つまり晴れていなかったら、察してください。今日の天気はどうですか？それも察してください。飲み物を置くスペースもあります。ちゃんとしっかりしたものじゃのー。そして傘用のビロビロもあります。ビロビロですね。そしてフックも複数。フックだけに複数か。なははははははは。小田急ロマンスカーの雑誌らしきものもありますね。そうじゃな。あとフリー Wi-Fi がありますね。展望席からの写真を SNS にアップするのもストレスなくできそうですね。さて、新宿発車。次は小田原です。インアームテーブルとは別にちっちゃなテーブルもあります。ちょっとしたお菓子とか置けそうですね。めちゃくちゃ雨が降ってますが、ここで千代田線方面からの列車と合流です。結構な頻度で小田急直通の列車があります。ここも通過か。そして代々木上原駅を出てすぐトンネル内に入ります。ここから福福線で、特急及び優等種別が本領発揮するゾーンです。線路が上下合わせて4本あるんでしたね。しばらく走り続けてやがてトンネル脱出。眺めはバッチシじゃな。天気はあまり良くありませんけどね。晴れてたらちゃんと見えますから。さっきの座席紹介でロマンスカーリンクなるものが見えたと思いますが、その正体はこれ。現在地を確認できます。それだけでなく、前面展望まで楽しめます。この GSE、運転席は展望席の上にあるのですが、目線の高さ的に、運転席のカメラから配信してるっぽいですね。展望席に行かずとも楽しめるの。ほら、この展望席の上に運転台があるんですよ。なんか宇宙船みたいな構造してますね。運転手ははしごを使ってこの運転室に入り込むというわけです。多摩川を渡ると一旦神奈川県入り。ついに神奈川県入りですね。
ですが神奈川は思ってるよりも広いです。箱根どころか小田原までもまだ駅がたくさん。そんな中、やっぱり小田原まで止まらないのはすごいです。そんな調子でまた通過じゃな。そろそろ車内紹介。まず3号車のあたりには荷物棚がありました。大荷物でもライボールっぽそうですね。箱根をバリバリに楽しむ人でも十分そうな大荷物スペースじゃのう。そしてここには自動販売機。 JR 特急からは減ってきたので、あるのは珍しいように見えます。ジュースでも飲みながら車窓を眺めるのとかいいですよね。自販機って選ぶだけでも楽しいのう。とりあえずリンゴジュースでも購入してみますか。 IC カード対応なのでタッチ&ロックができます。トイレです。4号車のトイレですね。誰でもトイレ的な立ち位置で、列車内にしてはかなりの存在感があります。ボタンを押すと開くんじゃな。中はこんな感じで、とてつもなく充実しています。特に今回用はないので閉めましょう。コンパウンドにいるだけか。あれだけではトイレに並ぶ人の数も並ぶ人の暴行もキャパオーバーするので、男子トイレも車内に3カ所あります。なお女子トイレは車内に2カ所です。というかまだリンゴジュース持ってたんですね。席を離れている間になるべくたくさん取ります。綺麗でしたね。そして洗面台もあります。2018年3月就任というわけで、まだまだ綺麗な雰囲気です。デパートの洗面台よりも綺麗な気がします。でもやっぱりこういう座席が並ぶ場所こそ特急って感じがするのう。2列2列の座席いいですよね。2018年の日本車両製。ところで、日本車両って新幹線を大量に製造してきたみたいですね。その技術をロマンスカーに活かしていると捉えることもできますね。やっぱり遠くから見ても窓の大きさがわかりますね。遠くから見ても存在感がありますね。ターベルンを食べる。車庫の横を通っていきます。おそらく海老名あたりの車庫でしょうか？とにかくいっぱい車両がいますね。この辺りにロマンスカーミュージアムができるらしいです。今年春オープンみたいです。開業したら行ってみたいですね。ところでこのテーブルですが、この出す部分を収納できることに今気づきました。何か落としたりしたら大変だし、閉めておいた方が良さそうですね。そして相鉄線と相模線との接続駅である海老名駅、もちろん通過です。利用人数多そうですけど、容赦なく通過ですね。これこそさ、特急って感じじゃな。やっぱり美味しいです。ノンストップ特急に自販機があるのは強みですね。本厚木からは結構ローカル感が増します。事実、本厚木を境に本数がちょっと変わります。言われてみればのどかになっとるのう。需要的に、ここからちょっと減ってそうですね。そして白い特急、VSE とすれ違い。まるでタクシードボビじゃな。なんか別の特急と間違えている気がしますが、とりあえず真っ白ロマンスカー、美しいですよね。なんかここだけ映したら、どっかの東北地方のローカル線に見えなくもないですよね。神々しいですね。27踊り子とともに入線。一方は箱根、そしてもう一方は熱海や下田へお客を運びます。東海道線の代表的な車両もおるな。同じく新宿を立ったライバルと久しぶりの再会です。ライバルと久々に。
座席の快適さもインテリアの充実度合いもかなりいいので、ロマンスカーを利用する機会があったら乗ってみるのもありかもです。というわけでご視聴ありがとうございました。じゃ、また次の動画もよろしくお願いします。とりあえずここまで見てもらえるの嬉しいな。最後まで見てくれる人、意外と少ない。割とそうなんだよね。なんか過去の動画調べたら3分の2くらいの人は、この登録画面見る前に逃げちゃうみたい。だから、ここまで見てくれるってのは本当に感謝だな。せっかくだからちゃんとしたお礼、言ったら。そうだね。いやあ、このコーナーも最後まで見てもらえるなんて本当に嬉しい。